皆さんこんにちは、森田エンドルームスクールの森田です。本日は質問をいただきました。頭のバスドラのちょっと手前ぐらいに入るダブルのゴーストノートのタイミングを教えてほしいです。文章わかりにくくてすいません。なんかこういうやつですよね、きっとね。なんかこうまあこれのタイミングということなんですが、なんかね、いろんな入れ方があるかなと思うんで、まあちょっといくつかご紹介をさせていただきたいなと思います。ゴーストノート、やる前にまずね、一個やってみてほしいルーディメンツがあるんですけど、ドラッグっていうやつですよね。このでルーディメンツのドラッグっていうのが、まあ、本音符こうクリックに当てはまるこのバッの前に2発の前段音が入るというのが、ドラッグっていうルーディメンツなんですが、まずね、これを練習してみるといいかなと思いますかね。で、8ビートのこのバスドラのね、ちょっと手前に入るゴーストノートっていうのが、まあ、左手で入るので、左がダブルのドラッグ。まあ、右手が頭ですよね、こう。これをしっかりと練習を、まずはしてみてください。8ビートに応用するときの感覚としては、まあ、いきなりダブルを入れようとは思わずに、8ビートのスネアが1個増えてるバージョンのやつ。つつたつたつつたつ。これのリズム感をまず掴んでみてください。リズム感を掴んだら、さっきのこのドラッグの感覚で、ダブルストロークにするみたいな、こう。で、このタイミングは実は32分音符なんですね。つつったつったかつつったみたいな、このこのダブルストロークのタイミングだけ意識するよりかは、こっから繋がる感じ。こう。つっぱぱ、こう。っていう、こっからのタイミングを意識して、こう。叩いてみると、まあ、この2発のタイミングがいい感じになるのかなと思いますかね。で、さらにもう1個のタイミングが、こう6連ですよね。つっぱぱ、こう。タイミング、これは右手と左手がつたったってこう3つ並ぶような感じ、こう。っていうタイミングですかね。であともう一個が、バズロールっていう、バズっていうこういうなんかブルルルっていうやつ、まあ、これをつなげるとバズロールっていうね、なんかこうドラムロール、こう授賞式とかでね、こう結果発表みたいな時にこうみたいな、こうこのブルルルっていうのも、例えばこうみたいな感じでこう加えてみるといいかなと思いますかね。で、どんな入り方にするにしても、なんか曖昧になりすぎると、なんかかっこ悪くなっちゃうので、なんかこうバスドラに繋がってるようなイメージ、この、っていうなんかこう、繋がってるようなイメージをしつつ、なんかタイミングは、まあ、適当にならないように、まあ、しっかりですね、こう、ルーディメンツとかの、とか、まあ、タイミングをしっかりとね、取れていけるといい感じに聞かせられるようになるかなと思いますかね。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。それでは。